はい、皆さんこんにちは。榊敦史でございます。ちょっとカメラの位置を、3時ですね。日経平均は結局プラス211、今まだ59分ですね。今209になります。もうこの辺で引けるようでございますね。ちょっと戻しましたね。円安方面に 147.02 という方になってまして、その他は大きくは動いていませんね。香港もですね、戻して今マイナス 8.24 とほぼ動きなしのところまで戻しました。引けましたね。プラス204で引けました。ドルウォンはですね、小忙しい、1329というあたりです。さて本題はですね、G.com、これは昨日の21時26分、ミャンマー中国新地図問題など協議、26年の議長国フィリピンに ASEAN 首脳会議と、これから ASEAN 首脳会議やるんですけど、そこにですね、この中国がここまでは俺の領土やって、こう何日か前、2、3日前に地図を発表して、3日ぐらい前ですか、それが各国のですね、非難ゴーゴーを浴びてます。ここでですね、多分中国も行くんでしょ、 ASEAN 首脳会議に。ここでキャンキャン言われるんちゃうんでしょうかね。何と言いましょうか、わざわざそんなね、他の国と摩擦を生じさせるようなものをですね、わざわざ出さなくていいのにね、ほんまにと思うんですけど、習近平さんことごとくそうやってですね、こう他の国のですね、こうなんていうか逆鱗に触れるようなことをやらかして、全然、ね、天として恥じないという感じになってます。あの方って見てるとね、ものすごくね、どう言いましょうかね、中国の歴史についてですね、屈辱感を持っていて、それをなんとかこう晴らそうと、19世紀、20世紀前半までのですね、こう屈辱感を晴らしたい晴らしたいと、でですね、そのアメリカを超える世界一の国になりたいと、まあ、彼の考えは戻りたい、世界一に戻るんやと。でこの地球をですね、中国のですね、ルールでこう仕切りたいという壮大なビジョンを持ちですね、中国の夢というようなことをですね、10年ぐらい前に打ち出してました。まあでもそれがいかにも子供っぽくアホなことかというのはですね、まあちょっと考えたら分かることですね。あの一帯一路なんて発想もそうですよ。何のためにやってるのかようわからんけど、あれは新しくですね、こう21世紀型の中国がですね、世界に植民地を広げようという、そういう発想ではないかなと思うんですけど、なんとも子供じみた発想で、ね、何の意味かようわからんということですね。でことごとくですね、周辺国およびですね、他の国々との摩擦が生じてですね、今世界中から嫌われているという状態になってます。なんでわざわざ嫌われることをするのかというのは不思議でしゃあないんですけど、多分これは習近平さんの子供っぽい発想ですね、中国の時代を取り戻すんやとみたいなですね、子供っぽい発想にですね、周りのお水鳥言う連中がですね、それに乗っかってキャ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 って対外強硬論をですね繰り返してるわけであって、それがですね、他国から嫌われるという現状を招いているということを、ご本人はあんまりこう理解していないのではないかなと思います。まあ、ただいつも言うようにね、これってね、こういうアホなことをやって嫌われるというですね、いつものパターン、まあ、戦狼外交なんていうのを言われてましたけど、はですね、日本にとってそう悪いことではないですね。日本も今中国と対立関係にあります。実はね、そんなにね、こう対立するようなね、材料ないんですよ。まあ、尖閣諸島ぐらいでして、あれは日本がですね、実効支配をしています。そこに嫌がらせをしているというだけの状態でして、他日本と中国には懸案ってね、あるようなないような話でして、中国からしたらね、日本がこの前打ち出したですね、半導体製造装置をの輸出禁止というのがですね、腹立ってしゃあないんでしょうけども、それは日本がね、主導的にやってることちゃうんですよ。アメリカに言われてやってることなんですね。日本はですね、主体的にですね、中国に対して何かそういう制裁に見えたことをですね、やってるかというと、それはないんですよ、実は。ないんですよ。
ほとんどないというかほぼないんちゃいますか、私が知る限りないですね。だからこれは日本というよりもアメリカなんですね。アメリカが日本にそうせえって言われたわけで、でご承知の通り日本っていうのはアメリカの反属国ですから、そんなものはご主人様の言うことに逆らえるわけないやんっていうですね、それをなんとかね切り離してですね、お前らも自分で考えてもちゃんとせえとかってそういう論法で来るんですけど、違うって、日本はアメリカの反属国なんやって、だから中国の言うことよりアメリカの言うこと聞くんやって、当たり前やそんなんそうでしょ、それをなんで理解できてんやって、不思議やなという人たちですけどね。でどん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 孤立感を深めているんですけども、その孤立というものをですね、あんまりそのまああんまりそのなんていうか嫌ってないというか、こうなんていうかよろしくないというふうな感じにはなっていないんですね。不思議な感覚ですね。まあ、日本も1930年代世界から孤立して結果ああいうふうな道をたどったんですけども、外交というのはなるべく孤立しないというのはですね基本なんです。それが一つのルールであってですね、昔のソ連みたいにですねもう孤立してるわけですね。ソ連というのはソ連と衛星国以外は全部敵みたいな状態だったわけですね。まあ多少ねなびいてくるインドとかですねエジプトみたいな国があっても、それは世界からの中心ではない、全然主要国じゃなかった当時ですね。まあ今インドはだいぶ地位が向上しましたけど、まあそうやって孤立感を深めて最後は滅びてしまったわけですね、ソ連という体制は。だから孤立するってはよくない基本的には、孤立しないってなるとですね、これ基本的にアメリカと仲良くするということになるわけですね。でアメリカはアメリカでですね俺らのルールに従えって言うてくるわけですね。それは中国はどうも気に入らんわけであってですね、それって結局ね滅びる道なんですよ。今のこの現状世の中でですね、アメリカに勝てる国なんてありゃしませんからね。中国いくらですね人口多くてもですね、主要な技術やノウハウはみんなアメリカが持ってるわけだって、そのアメリカに勝とうなんていうですね大それたことを何考えてんのあんたって世界なんですけど不思議ですね。不思議ですけども、何度も言いますけども、習近平さんにはそれが理解できないわけですね。アメリカに勝てるとあの人はもしかしたら本気で思ってるのかもしれません。でもそうやって本気で思っていただいてですね、どん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 アメリカに嫌われてですね、アメリカとの対立を深めるというこの図式は日本にとっては本当に悪くない。だから日本はね下手にねこう中国を説得する必要全くないんですよ。もっと嫌われたらいいんですあいつら。もっと嫌われて追い込まれてですね、弱い立場になっていけばですね、その分ですね日本は困らなくて済むわけです。よく分かりましたよ、この何十年かでですね、中国というもの国の本質がね、結局やつらはですね、最後は自分のやりたいように やりたいわけであって、国際社会に入っていこうという、こう気持ちがほとんどないわけですよ。でやつらは順法精神がないわけですよ。順法精神じゃ国内の法律もそうだし、その国際ルールというものに対する守ろうという気持ちですね、それもないわけです。そんな連中はね力を持ってね、わがままに振る舞ってろくなことないですよね。特に日本はですね隣国であってつながりが深い国なんで、だから奴らはですねおとなしい方が付き合いやすいわけであって、もう好きかって言い出したらもう手がつけられないわけですね。しかも好きかっていうやつがですね、刃物を持ってるわけですから、核兵器という。だから刃物を持ってるのはしゃあないけども、できるだけその持ってる人間のですね、体力が弱ってる方がいいわけですよね。ほんだら振り回してもそんなにですね、こう被害が及びにくいというふうになりますし、振り回しにくいということになりますね。今ね、だからね、あんな国になってあかんって、もう元中国はもっともう元に戻らなあかんと、国際社会に戻ってきた方がええでというふうに思ってる人いるかもしれませんよ、ちゃうちゃう、あのままで、ね、あのままどんどん嫌われたらええねん。それで中国にはですね、その今、習近平の周りにはイエスマンしかいません、基本的にイエスマンしかいなくて、習近平に物を言える人、誰もいないんですよ。だからですね、このまま独走を続けていただいて、アホをやり続けていただいてですね、世界からどんどん嫌われていってですね、気がついたらですね、貧乏な国に戻っていたみたいな、これが理想ですね。
だからですね、全く理解できない習近平さん、できるだけ長いことをですね、中国のトップでいてほしいなと、そう思います。このですね、g.com のですね、アドレスを一応貼っておきますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。